はい、ジェクモです。これアマゾンブラックフライデーで買ったイーフィーのね、まあ、アンカーの X9 プロ、このねお掃除ロボット、これをですね開封していこうかなと思います。でね、まあこうね見てもらうと分かる通り、うちのね部屋なんですけど、まあ物が多いと片付けているつもりではいるんですけど、まあ物が多いんですね、溢れてるんですよ。運動のグッズとかね、そういうのも含めてかなり溢れていて、本当に頭が良くなったとはいえ、こういう物が溢れた家にねこれを設置して使えんのと、そういうようなねところもちょっとね試していけたらなと思います。まあとりあえずね全部開けていきましょう。はい、中ねブラシついてますね。まずクイックスタートガイド、これとあとここにね、これ多分掃除のブラシですかね、ブラシがついてます。はい、でこれが本体、じゃじゃーんと結構重いですね。まあ重さあんまり関係ないんですけど、まあ、若干重い方がねこの水拭きをするんで、重くないとね多分水拭きの効果っていうのは少ないと思うんですよ、圧力をかけられないんでね、なので結構重く作られてますね。はい、まあ、これが本体と、あとはケーブルね、電源ケーブルで、これはねなんかフィルターかな、これ本体につける、多分掃除機でね吸い込むんで、これのフィルターだと思います。でこれがユニットですね、ユニット、なんていうんですかね、ステーションホームステーションみたいなやつですかね。よいしょよいしょ、はい、これがねホームステーションですね。はい、結構でかいなこれも。はい、でここの中に、ね、ここかこうやって開いて、ここの中にタンクとかね、水のタンクが入っていると、そういう感じですね。じゃあ細かく性能とかね、仕様っていうか見ていきたいと思います。はい、ということで実際にね機能を見ていきたいと思います。で機能というかね中身ですね、これ、はい、ここにねブラシがついてて、まあこれがね回転してゴミを引っ張ってくるって感じですけど、ここが実際の吸い込み口、ちょっと見えるかな、吸い込み口になっていて、でゴミのねダストボックスはここのここを開くとねこんな感じでここに入ってます。でこの替えのねこれがついてた、これがついてたやつはこのダストボックスのねここで、なんていうんですか、プレスって書いてあるんですけど、ここにねプレスのところを押すと開くんで、ここで交換ができると、そういう感じですね。しかもあれなんですね、ここ直接当たるわけじゃなくて、一旦ここに壁を挟んで、でそこからフィルターがね入るんで、そんなにすぐには汚れなさそうな感じがしますね。はい、結構掃除が簡単そうで、ここにね掃除というか、なんていうの、雑巾のがついていて、ここマジックテープでねこんな感じでペリペリって剥がせるようになってます。まあ、ここがね回転して掃除をしてくる、掃除っていうかね水拭きをしてくれるっていう感じですね。はい、水タンクとかはね、まあ、勝手に制御してやるから、こっちでは特に気にする感じはないのかな。でここにこの上のやつがね、これがレーダーなんですよね。
ふうな感じ で性能としてはね、ちょっと公式のサイトをね見ながら確認してきますけど、5500パスカルの強力吸引ということで、まあ、ここからね5500パスカルの力で吸いますよという感じですね。まあもちろんこのもっとね他のメーカーとかで強力吸引っていうのを歌っているやつとかだと6000とかね7000ぐらいのそのくらいの吸引力で吸ってくれるっていうやつもあるんですけど、でもこの5500っていうのはね結構高い方、普通のね一般的なやつだと4000ぐらいのものが多いんじゃないかなと思います。なので結構強力なね吸引力を持っているっていうマシンですね。でしかもここにパッドがついていて、これで水拭きをしてくれる、雑巾がけをしながらね拭いてくれるっていう、そういう機能付きですね。でここのね部分が絨毯とかそういうのに来ると自動で判別してね、この部分パッと、まあ、絨毯って水拭きされたくないじゃないですか、びちょびちょになっちゃうんでね。なんで絨毯の部分になったらここの部分をリフトアップって言って、1センチぐらいね浮かせてくれて、で水拭きをしないっていうモードに入るらしいんですよね。まあ、そういうところもかなりありがたいですよね。で普段はこの重さ、さっきもね開けた時に重いって言いましたけど、この重さ大体ね1キロぐらいの圧力、まあ、ここのねタイヤとかもあるんで、そういう部分を抜かして、そういうタイヤとかでね抜かして、支える部分を抜かして、大体1キロぐらいの圧力で拭き掃除をしてくれるよっていう、そういう感じですね。まあ、1キロって結構なね圧力ですよね。でそれとあとはね、このここにセンサーがねここについてまして、ここでセンサーで判別して AI の、ね、センサーを使って障害物を回避するという感じらしいです。まあスリッパだったりとかね、まあうちはねペットいないですけど、動物のね糞とかがあって、よく聞くのがね掃除をするのにその糞がねを巻き込んでしまって、まあ、汚い話ですけどね、その糞を巻き込んでしまって部屋中にねそれを塗りたくってしまうみたいな、そういう悲惨なね事故が起きるらしいんですよ、動物を飼ってると。でそういうのもちゃんと判別してね、それを避けて通ってくれると、そういうね便利機能があるらしいです。まあ、うちはね結構物が多いん でそれをねちょっと期待してるんですよね。あとはねステーションに帰ってくると、そうするとこのモップをね自動で洗浄してくれて、でさらに温風でですよ、温風で乾燥してくれるっていう、そういう機能がついてるらしいですね。でそれとねあとはねAI マップ 3.0 テクノロジーっていうのがあって、フロアマッピング5フロアまでの保存が可能で、まあ、5部屋ですよね、5部屋分の、部屋の登録が可能で、で掃除する部分だったりとかエリアの禁止とかね、そういうのも障害物とかね、そういうのをマッピングしてくれたりとかねやってくれるらしいです。かなり便利ですね。うん、でなんかねアプリ、まあ、このアプリを使うと、まあ、僕はまだ入れてないんですけどね、このアプリを入れると、そうすると自分でねスケジュールだったりとか、掃除する範囲だったりとか、そういうのをね設定できるみたいですね。うん、なかなか良さそうですね、話を聞いてるだけだと。まあ、実際にこういうのね動かしてみて、自分の家の環境だとあまりうまくいかなかったなとか、使ってみたらいまいちなんだよなみたいなのは多分出てくると思うんですよ。っていうかね、前に使ってた時はそれ結構ひどかったんですよね。うん、ですぐ使わなくなっちゃったんですよ、なんだこれと思って全然役に立たねえじゃねえかっていう風にね思って使わなくなっちゃったんですけど、今回のこれ、このね前に使ってた10年間でどのくらい進化したのか、それをねちょっと試していく、いきたいなと思います。はい、ということでねちょっとセッティングしますかね。はい、一旦ねこんな感じで設置してみました。でこのクイックスタートガイド、これを見ながらねセッティングしていきたいなと思います。でねこれですね、このバンパーのやつはもう外したので、バンパーの、クッションですね、ストッパーみたいに止めてあったのを外して、でなんかね平らな床の上50センチずつ離してくれみたいなの書いてあるんですけど、うん、まあちょっとね
一旦置くところがないのでここにっていう感じですね。はい、でその後にこれですね、電源ボタン、ここにね電源ボタンがあるのでこれを押します。3秒、はい、電源が入りました。電源が入ったら、そしたらここの中にこうなんか、はい、こんな感じで設置しました。でそうしたら今度はこの水のタンクの中にね、このタンク、このタンクの中にマックスまで水を入れてくださいと。はい、水をねマックスまだ行ってないけど、はい、入れてきました、たっぷりとね。はい、でこれで準備は基本的には完了なんですけど、ここからアプリの指示に従ってね、アプリの指示に従って Wi-Fi を接続とかしてくださいということなんでやっていきたいと思います。一通りね設定が終わりました。で今充電中なんですけど、まあ、これからね掃除をね始めようと思うんですけど、ここ懸念点はねこういうとこですよね。この椅子の下、机の下とかここら辺とかをね一番掃除してほしいところなんですけど、ここの部分とかね、前使ってたやつはもうここで迷子になって、まあ、いわゆるジャングルですよねあのロボットで言ったらジャングルだと思うんですけど、こういうところをねある程度きれいにしてくれたらありがたいなっていうところで、そこら辺とかねうまくいくのかちょっと試していこうかなと思います。今ねファームウェアとかのアップデートがあったのでそれを行って、で掃除をね開始しようと思ったんですけど、はい、クイックマッピングっていうのを家のねまずマッピングを掃除を行わずにね行うらしいんですよ。なので今それを行ってます。でこれでねざっくりと家の中をマッピングしてもらって、で後からね自動でマッピングじゃない掃除をねできるようにするという感じで、遠くに行っちゃいました。なんでマッピング完了するまで待ちたいと思います。まあ、オートマッピングが終わってちゃんと帰ってきました。なんかね全部の部屋を本当にね綺麗にまだね掃除はしてないんですけど見回ってで帰ってきたっていう感じです。お、素晴らしい。でこれでね充電終わったら、ちょっと今ねまだバッテリーがね 50% ぐらいなので、充電終わったらね、そしたら掃除をね試していきたいと思います。はい、ある程度ね充電が終わったので実際にね掃除を試したいと思います。ということでスタート。掃除の開始。今ねモップの洗浄中らしいですね。洗浄が終了したら掃除を再開しますということで、今水をねタンクから送って、こんな感じで見えるかな、こんな感じでモップを洗ってます。これが終わったらねスタートしてくれるらしいですね。ちょっと時間がかかるかもしれない。1回目なんでねモップが完全に乾いてるから、まあもう乾いてるから普通は、うん、なんですけど、ちょっとねジョボジョボジョボって言い始めた。はい、モップ洗浄が終わってね掃除を開始され始めました。じゃあね本当にこれがいろいろ回ってね帰ってきてくれるのか見ていきたいと思います。かわいい、これ見てわかるかな、これ光ってんの。こんな感じで水拭きされているっていう感じですね。ちょっとね水のなんていうの濡れはまあ、そこそこしっとり、まあでもすごいベタベタってわけではないんで、まあ、普通にね絞った雑巾で拭いたみたいな、クイックルワイパーのね濡れてるやつあるじゃないですか、あれで拭いたみたいな感じですね。うん、じゃああとはお掃除任せたよ。軽い
こういうテーブルだと結構力で押しますね。パワーで机を押された。こういうのはね、ちょっとなんかこういうテーブルとかは端っこに置けるとかね、なんかしといた方がいいのかもしれないですね。まあもちろんね、そこの部分が掃除してくれないんで、うん、ちょっと避けておいた方がいいかもしれないです。あとカーテンのところはカーテンね、避けてっちゃう、こういうのと、あとこういうなんかペロンってめくれるような、なんていうの、マットみたいなのはちょっと苦手かもしれない。お、入ってた。魔境にジャングルに入ってったぞ。ジャングル入ってきたけど、お前出てこれんのか。あ、バックしたりとかもして、結構あしっかり入っていく。素晴らしい。こういうのをね、俺は待ってたんですよ。ここで迷子にならないやつを、迷いの森を抜けられる、そういう勇者を待ってたんですけど、大丈夫そうな感じですね。ということで、これずっと待っててもね、ちょっとしょうがないので、僕は違うことしながらね、こいつが掃除を終わらせてくれるのを待ちたいと思います。今ちょっとエラーで止まってて、で何かと思ったら、こういうね、ちょっと上にかぶしている、これ梅酒ゾーンなんですけど、梅酒ゾーンのところにかぶしてた布をこのパッドが食っちゃってね、でそれを起こし、なんかエラーを起こしてました。ちょっとそういうのはね、結構弱いかもしれないですね。布はね、やっぱ弱いかも、うん、薄いやつは特にね、なんていうの、検出できない、障害物として検出できなくて、まあ多分カーペットとしてね、検出しちゃうのかもしれないですね。で吸い込んだ挙句止まってしまうと、うん、って感じなんで、ちょっとそういうのだけは気をつけた方がいいかもしれないですね。はい、ということでまた掃除を再開してます。はい、今ねお掃除が終わってステーションにね戻ってきました。モップ洗浄をね今やってくれてますけど、だいたいね30分、うちの部屋だと30分ぐらいでしたね、うん、ちょっとね間取り的なのは見バレする恐れがあるので、ちょっとね出さないですけど、かなりねいろいろうろちょろしてね掃除してくれたんじゃないかなと思います。ただあれですね、やっぱ物があるところはどうしても掃除できないんでね、こういうところ入り込めないんで、こういうところはね自分で掃除する必要があるかなとは思うんですけど、それでもかなり綺麗にやってくれたんじゃないかなと思います。ちょっと今ね洗浄してるんで、これが終わったらね中のゴミっていうのどのくらい吸えたのかっていうのを確認してみようかなと思います。はい、ということで今ね洗浄が終わったので、こっち見ていきますかね。まずはねタンクの方、こっちが、まあ、こんな感じ、結構ね黒い水溜まってますね、汚っ、うん、これがねこのうちの家を汚してたっていう感じですね。で水のタンクね意外と少ないですね、使ってる量こんなもん1回のねやつでこんくらいですかね、うん、なので何回分とかね結構持つんじゃないかなと思います。でこっちこいつもねちょっと今乾燥中なんですけど、ちょっと外してねあれを見てみましょうかね。ダスト容器が取り外されました。うわ汚っ、ちょっとね中身これうわ汚っちょっととても中身見せられるようなものではないんで、そのまま捨てちゃいますけど、びっくりするほどゴミが取れてました。あと奥さん毛が長いんでね、奥さんの毛がすごかった、うん、あでもここら辺ちょっと逆流しちゃうんでね、少し持ち方には気をつけた方がいいかもしれないですけど、ただめちゃくちゃこのゴミの量を見ると相当綺麗になったなっていう感じがします。はい、ちょっとゴミ捨てていきますね。
はい、ゴミ捨ててきました。じゃあね、これを戻してしまってね、戻して取り付けられました。あとはここに、はい、戻っていただいて、はい、これでまたね、次回も掃除してもらおうかなと思います。でちょっとね、気になったところがあるんですよ。はい、これね、床なんですけど、わかるかな、ここら辺とか。ちょっとね、わからないかもしれないんですけど、こうね、こすった跡みたいなのが、水でこすった、この円形にね、こうぐるぐる回ったものでこすりましたよみたいな跡がね、つくんですよ。うん、なのでちょっとこういうのが気になる人とかは、ちょっと向いてないかもしれないですね。こう、まあ、家がね汚かったから、てか水拭きなんかそんなにしないんでね、最初だから汚いからこういう風に跡がついてるのかもしれないですけど、結構そういうの気になる方はあれかもしれないですね。あとね、この跡を見るとなんかね、ちゃんと拭けてるところと拭けてないところ、ここね、ちょうど相模があるんですけど、こっち側はね拭けてるっぽくて、こっちは拭けてないっぽいんですよ。なので1回ではね、全部きれいにはならないかなという感じですね。毎日動かしてやって、でそれできれいになる、全体的にね、まあ、1週間とか、まあ、何日かかるのか分かんないですけどね、それで少しずつ家の中がね、全体的に水拭きをされていくみたいな、そういう感じなのかなと思います。はい、であとね、こういうところ、こういうね、ものがあると、やっぱりここのこういうところの下は、これトランポリンのやつですけど、掃除できないんでね、上げられるもの、上に上げられるものは全部上に上げてしまってね、こういうソファーの上とかに上げてしまって、で掃除のね、通り道、掃除機、ロボット掃除機くんの通り道みたいなのをしっかりと上げてやる、開けてやるっていうのがね、大事なんじゃないかなと思いました。で感想としてはね、本当になんか想像以上に頭が良くて、で1回拭いてから10分ごとにこのね、パッドを洗いに来て、でもう1回掃除しに行くみたいなね、そういうようなフローになってるんですよ。まあそこの部分は設定で変えられるらしいんですけど、行ったり来たり、このステーションを行ったり来たりして掃除をしてくれる、そういう感じでね。でしかも1回も迷子にならなかったですね。途中で布を噛んじゃってね、動けなくなったっていう以外は本当にスムーズにね、掃除をしてくれたんで、とても頭がいい、そういう風にね思いました。まあちょっとね、今ちょうどブラックフライデーでね、3万円引き、 30% オフ、まあ、約10万円なんで 30% オフでね、7万円ぐらいになってるんで、興味のある方はね、ぜひこいつをね、買ってみてください。はい、ちょっとリンクはね、下の概要欄の方に貼っとくんで、一回ね、見てみていただけたらなと思います。はい、という感じで、バイ。